各世代で輝いている人を表彰する第29回ジュエリーベストドレッサー賞受賞式が25日、都内で行われ、タレントの岡田由美、17が10代部門に選ばれた。清純なイメージがジュエリーの透明感にぴったりとされた岡田は、ジュエリーは母、岡田由香方のおばあちゃんが大好き。おばあちゃんの母が使って、母が使ったものを私が使っていると明かした。昨年11月に両親が離婚したが、今回の栄誉は、父の増田岡田、岡田圭右、49、にも伝えるといい、普通に返されると思う。周りの人に感謝して、お礼を忘れず、頑張りなさいとかと笑顔。今後も、和を。など父のギャグも封印しないとした。また、昨年末に、同世代の一般男性と結婚した、女優、浅野ゆう子、57が50代部門で受賞。祝福の声や拍手に、幸せそうな笑顔を見せた。